東京美術学校で彫金を学び、後ガラス工芸に転向。イタリアで学んだ色ガラスと金箔を混ぜた飾り箱で独自のガラス工芸分野を確立。他に類を見ない作品を作り出し、世界の藤田と呼ばれ、ガラス工芸家として初の文化勲章を受章した藤田恭平氏。まさに作者の息吹が吹き込まれたその作品は、光と彩が織りなす美と幻想の世界であり、見る者を魅了してやみません。その本作は、1977年から最後を遂げた2004年まで、毎年、ベネツィア村の塔で創作活動を行っていた作者が、島の伝統と技術と、特有の色彩感覚に大きな影響を受けて制作された、秀逸なとっくりと言えましょう。